はい、みなさん、こんにちは。こんにちは。ゼロから始まる秘境生活です。イエイ。今日はね、なんと、はい、お友達が、ね、ついに来てくれました。イエイ。遠路はるばる、ありがとうございます。全国駆け巡ってます。はい、ね、本当にね、駆け巡ってるとは言ってもね、こんな秘境に来てもらえるのが嬉しくて、テンション上がるよね。いや、めちゃくちゃ上がる。来ないでしょ、来ない。友達来ない。全然来ない。友達全然来ない。マジで来ない。いく詐欺が僕めちゃくちゃ多い。いくいく詐欺ある。多分7、8人いますね。いや、だから相当エネルギー高くないと来れないんだなっていうので今日で実感したよね。ね、そう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 。順番あんのかこれみたいな、ね、気軽に行くって感じできないもんね。はい、ね、そう峠越えてってなるからね。うん、ね、でももともとね、うん、松尾さんは、はい、花瀬に縁があって、うんうん、それこそね、うん、僕自身が、花瀬のね、クラマのご縁をね、いろいろつないでいただいたりして、でそこから今ね、そのご縁をもとにいろんなちょっと活動が始まったりしてるので。ああ、素晴らしい。おかげさまでね。いやー、素晴らしいね。すごいなと思う。全国駆け巡ってね。うん。縁がすごいじゃん。いや、ほんとご縁だよね。ほんとに。うん。すごいな。北海道からだって、どこだっけ？沖縄まで。ね。端から端だから。端から端だもん。石垣島もう台湾だもんね。間違いない、間違いない。いやでもさ、思うとさ、うん、これ松尾さんとさ、うん、ご縁して、うん、結構これが面白いなと思ってて、うん、それこそ、ね、東京で、うん、友達からご紹介してもらって、うん、量子力学をね、うん、元にしたご縁から始まって、うん、そうだね、で、その次、うん、どこか覚えてる？その次？うん、あったの。これがね、振り返ってみたら結構面白くて。マジか。その次どこだ？トーイクもいたね。おぉ、いた。いた。俺がいたっけ？九州。あー、おぉ、九州。霧島？そうそうそう、鹿児島なんや。鹿児島であってんの？あれ8月の、うん、はい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 、あれか。そっかそっか、霧島だ。霧島なんや。すげえ。ね、いや、すごいとこであってますね。それ2回目なんよ。声で3回目が、うん、どこか覚えてる？待て待て。宮城。そうなんよ。気仙沼なんよ。すごいね。すごいね。毎回違うやん。イベントで、うん、俺ってお互い。ね。ね。はあ、そうか。それで4回目。はい。これはもうね、うん、さっきもよく話してた、うん、沖縄の。はい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 、サバイバル、はい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 、100% 違うとこである。すごいでしょ、ね、すごいね、すごいっすね、すごいよね。例えばそれで東京挟んでからの、うん、岐阜の暗い山の、ね、暗い山登ってね、うんうん、で前回、うん、クラマ、うん、はい、旧暦元旦の、うん、初日の出、うん、お誘いいただいて、うん、それをもとに野宿することになったんです。クラマで野宿ね。クラマ野宿。まあまあ寒かったよね。いや、寒かったね。1月だよね。1月だよね。寒いってこういうことなんだって思ったよね。そして今回、うん、花瀬と、はい、花瀬で、うん、だからね、いや、ありがたい。なんかもう本当に会う場所会う場所、なんか、うん、なんちゅうんだろうね、うん、縁あってだなってつくづく感じるというか、ね、うん、ほらね、めっちゃ嬉しかったね、昨日電話くれて、うん、ね、関西の方来るから、うん、明日いるみたいな、うん、めっちゃテンション上がった。いや、そうだね、間違いないみたいな。すげえ唐突だったけどね。だから、明日なんだ、俺の中ではプラッと寄ってる感じだった。あ、間違いない。逆にプラッとじゃないと、うん、そういう人じゃないと来れないっぽい。いや、そうだからやっぱりね、関西に来たらここ近いよねっていう感覚がないと、なかなかね、ね、まあ、そ
そりゃそうだわ、うん、世界を股にかけたりね、日本全国回ってる人からしたらご近所だ。そうそうそう、関西まで来たら京都はご近所だろと思うね。すぐすぐ、うん、松尾さんが今回、2人目の、うん、ご来場だったわけなんだけど、はい、ご来場、1人目に関してももうフランスから海外からもう飛び回ってるような人だったから、うん、ね、そのレベルじゃないそうそうそうそれがまた分かったと。あ、そう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 、印象になったって。そう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 。ね、ひときわ嬉しいよね。そうね。本当だよね。うん、もう絶対来ないところだからこそ嬉しい。やっぱり会えないっていう、ね。それこそね、うん、松尾さんにしても一人目の人にしても、うん、なんかご縁からね、なんか不思議な感じが感じてたからさ、うん、本当魂共鳴系だなみたいな、うん、と思ってて、うん、でも立て続いてそういう人が来てるっていうのが、うん、なんか胸張れてさ。うん、エネルギーなんだなみたいなね、うんうんうん、だからね、本当にそこをね、まあ、ちょっと今日来ていただいて、うん、はい、うん、まず川の水汲みから。そう、川の水汲みね、最高だった。最高だった、ね、最高。もう、なんだろうね、この近くに住んでるってすごいよね。いや、すごい。毎朝の日課になり始めそうな感じだからね。水汲みから始まるっていう。ねえ、うん。いや、また綺麗だったね。綺麗だよね。ああ、でもすごいっすよ。マジで、あれに入ってる2人がすごい。僕も一緒に足つけて入ったんですけど、なんか全然大丈夫だよみたいな感じだったんで、一緒に行ったら、もう冷たくて、もう無理で。いや、あまりの冷さ、痛くなってくるんですよ。うん、いや、これは慣れる冷たさじゃないと思って。おだいでだもんね。そう、この2人どういう感覚してんだろうなと思って。いや、それとも俺がおかしいのかと思って。いや、だから、うん、最初ね、何もね、うん、もう躊躇せず突っ込んでたじゃん。うん、そうそうそう、俺ら前回、うん、入りたての頃、風呂入れない事件があって、うんうん、俺で、川のね、水にね、うん、お風呂入りに行くっていうのを体験したら、うんうん、もうほんと心臓止まるかぐらい冷たくて、下半身で俺も限界だったのよ。うんうん、その経験があったから若干躊躇あったんよ。うん、躊躇なく突っ込むじゃん。いや、そうそうそう。俺でもどんどん水汲んでるじゃん。ね、あれいけんのかなって思っちゃった。いや、だからね、1ヶ月して暖かくなったからね、水は違うんだろうなと思ったら全然変わらん。全然冷たかった。全然冷たい。なんだこの人って。分かった。いや、でも水の温度は年中もしかしたら変わらない、ね、変わんないね、あれ多分 ね、うん、ねすごいよね。だから夏場もキンキンにね、うん、冷えてる可能性はあるよね。あるあるある。あ、でもいいよね、飲む分にはね、キンキンの方が。いや、最高だよ ね、 最高の水だよね。うん、天然の鮎が、ね、うん、まだまだ元気してる、うん、水だからね。いやー、うん、釣りに来てー。やりたいよねー。やりてー。いや、次は釣りっすね。あゆの塩焼き食べよう。うん、やりたい。食べよう。うん。それこそね、ロバタをね、うん、ロバタじゃない、いろりか。いろり。毎回ね、ロバタって言われてる。ロバタってなんだろう。なんか、きりたんぽがどんどん出てくるじゃん。あの、あゆの塩焼きやりたいね。うん。本当に。いや、本当もう全てあるってこのことだよね。一緒に、うん、石垣のね、うん、サバイバル5日間を経験した中なんですけど、うんうん、僕もやっぱ最後、うん、あそこを立つ前に、うん、いっちゃん感じて常に印象残ってたのが、うん、その自然の中でね、うん、何もないけど全てあるんだだったんですね。うん、はいはいはい、まさになんかね、うん、それを実感できるというか、うん、ないんだけどあるとかね、はい、なんかないんだけどあるっていうのなんか、はい、遠井くん的にどんな感じがないんだけどある、表現できるないわ。確かにないんだけどある。あ、まあでも本当になんか 漁師のところでお会いしてるんで、うん、漁師的だなとは思うんですけど、うんうん、そう、どの辺が漁師的って感じる、うん、え、具体的に、うん、要するに、うん、なんだろうな、二元論じゃないっていう意味、うん、で、そう、あるもないも正解みたいな、うん、なんだけどやっぱり今回のここの件で言えば、うん、やっぱり自分の感じ方受け取り方によって、うん、あるって人とないって人がいると思うんで、うんうんうん、で逆に僕らは都会に、うん、今まであると思ってたものが、うん、最近はないと思い出してるっていう意味ではタイプが
あるのかな、うん、それね、うん、表現違うんだけど、うん、今そのね問いに対して俺も俺なりに分析したんだけど、うんうん、ほぼ同じ、うん、やっぱ意識なんだなっていう、うん、自分が自然に意識を合わせてるのか、うん、あるいは便利さ電気に意識を合わせてるのか、うん、分かりやすいところですね、うん、それによってあるなしが変わってくるっていう、うんうん、だから両方やっぱりあるんだけれども、うん、どっちに意識を合わせるかでありなしっていうのは全て変わってきちゃうんだなっていうところを感じたから、どうぞどうぞねえ、それを素晴らしい答えですわすごい世界のメンタルコーチに言われたらめちゃくちゃなんかああよかったってねえ、ほんと 両方ね、うん、あるもないも、うん、うんね、意識によって変わるなっていうのはあるけれど、うんうんね、人の意識ってすごい大事じゃん。やっぱり世の中を作り出すのも意識だし、ね、世の中のこのね自然も含めそういうのを破壊してきたのも人間だし、便利さを追求して何かね、この時間っていうのを手に入れたのも人間だけど、うんうん、時間の大切さを忘れたのも人間、うん、そうだねっていうね、なんかね、うん、その辺はすごい、うん、感じるかなっていうのと、こっちの方に全てあるっていう状態の方がの意識の方がね、愛だったりなんかそういうのに基づいた意識になってる。例えばだけどね、このあの有名な本でさ、なんだっけ、アミ、アミね、うんうんうん、タイトルが宇宙なんとか、宇宙戦艦じゃないわ、いや小さな宇宙人、小さな宇宙人アミ、うん、にも出てくるように、うん、ね、人の意識より上のものっていうのがやっぱ愛っていうところもあるんで、うん、うん、やっぱりね、だから俺志っていうね、うん、これうちの会社のね、うん、エイムハイっていうのも志高くっていう意味なんだけど、そうなんだ、そう、だから志っていうのをなんか考えた時に、うん、やっぱり心を刺すこうなんかね、うんうんうん、イメージになった時に、うんうん、どういう感じでこうちゃ上と下がこう刺さってるかっていうね、うんうん、なんかそういうイメージをしたんで、うんうん、ってなった時に、志って言っても人それぞれ違うってなった時に、うん、愛に基づいてなかったらやっぱりちょっとこう斜めだったり、うん、なんかね、角度があれだったり高さがいろいろあるのかなって思った時に、じゃあやっぱり愛のあるものに繋がって刺した。いやでも本当にそう思う、うん、やっぱりその自然界というかね、自然そのものがやっぱり愛なんだなっていうのをすごい実感してて、うん、だからやっぱりそこに噛み合えば合うほど、うん、自分自身もやっぱり共鳴現象じゃないけれども、やっぱり同じ愛に近づく、それがもしくはもう愛そのもの、うん、やっぱりそういうところに行き着いてくるのかなっていうのはすごい感じるよね、うん、だから便利だったりそういうのもすごいありがたいし、うん、ね、愛を持ってもし作ったとしても、うん、やっぱりこの自然の愛には勝るものはないなっていうのは感じるし、うん、こっちを感じてるからそっちのありがたさとか、そうなんだ、便利さ、ありがとう、そうなんだっていうのに感じれると思うから、うん、なんか今ねそれがちょっとやっぱ逆転してるじゃないけど、なんか病んだからちょっと癒されに行こうっていうところに行ってる。まあそれもね、それも包み込んでくる愛があるからね、それで成り立ってるけどさ、でもそれをね、そのままの意識だとやっぱそれさえも破壊しちゃうっていうことがね、起きてるんじゃないかなって思うとね、うん、本当にこの大自然の、ね、恵みと、恵みだよ本当に、ね、自然神羅万象っていうね、うん、本当すごい素晴らしい仕組み、うん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 、そこが神なんだよ
っていうのをやっぱりね、うん、みんなねやっぱもう一回取り戻していくっていうのは、うん、すごい大事なところなのかなって、うん、やっぱりこっち住んでて、うん、サバイバルとかもそうだろうけれども、うん、本当にあの全ての行為行動が極論天候に左右されやすいわけよ。そうだね。だからもう向こうというか、うん、その社会生活だよね、うん、こっちだと自然の動きってあんまり関係ないような雰囲気で動いちゃってるんだけど、うん、こっちいるともう自然中心なんだよね。自然に中心にして合わせざる得ない、うん、自然に。もう一個ね、そのさっきその志っていうところに対して、うん、あの最近ね、うん、あのこの地、うん、鬼滅の刃っていうね、うん、なんかあの関係性っていうのも話がね、へえ、あんの？あるみたいなんだけど、ね、あった。そう、まあ、びっくりしたことにね、うん、あのそれこそ鞍馬 の, あのすぐ下って、うん、藤めっちゃ咲いてたんよ、うん、びっくりして、うん、藤咲いてないから違うんじゃないかなと思ったら、うん、藤しっかり咲いてて、うん、で、まあ、いわゆる主人公の炭治郎なんかが、うん、まあ、いわゆるこの花瀬、うん、地域から鞍馬に炭を売りに、へえ、こんな感じだったの。そうそう。でなんかそんなね、話がちらほらあったりっていう感じだったんだけど、ね、あの炭治郎って鬼狩りするわけなんですよ、うん、はいはい、ね、人間を滅ぼそうとする鬼を刀、侍の時代なのかな、刀で狩るんですよ、はい、でその刀っていうのの扱い方が、うん、やっぱりそのこうね、相手をあの殺めるっていうね、うん、扱い方だったんだけど、でも今の刀の使い方っていうのは、うん、本当にそれこそこれなんだろうなと思ってて、天に立てる、うんうん、だアンテナ代わり、うんうん、だ同じ刀であってもそれをアンテナにする方に変わっちゃってるんだろうなと思ってて、うん、だからあの僕らねちょっと継承させてもらったそのブワンっていう名前のね、うん、あのお店なんだけど、うん、ブっていうのももう矛を収める止める、うん、戦いを止めると書いてブワン、そうだね、うん、だもう本当に今必要とされてるものがね、うん、立てていくことなんだろうな、うんね、うん、そうか、それはねすごいやっぱり感じてるんだよね、ここ最近、うん、だから本当にね、刀っていうのは物理的な刀もそうだけど、うん、やっぱこうね手を合わせる行為もきっと多分ね、うんうん、アンテナであり刀であって、うん、自分の志もやっぱり軸なんで、うん、なんかそれらって全て重なってんじゃないかなっていうね、うんうん、感じたんだよね。いや素晴らしいですね、うん、いいね志。なんかね夢とか目標とはやっぱり少し違ったもののような気がして、うん、うん、それこそね、なんか僕はねやっぱり両方好きなんで、うんうん、本当にその見えないところを感じ取りながら、うんうん、共存、うんうん、共にやっぱりやっていくのが人生かなっていうふうに思ってるんで、うんうん、志とかの領域ってやっぱりそれなくしてないのかなと思ってて、うんうんうん、見える方ももちろん大事だし、うん、見えない方ももちろん大事だし、ね、エネルギーとかね、うん、まあ見えないものだらけだからね人間ね。いや間違いない。いやなかなか深い話になりましたね。なっちゃったね。いや本当っすね。ね、いや間違いない。いやめちゃくちゃ嬉しいし、うん、さすがっすわ。なんか、うんうんうん、改めてね、なんかそういう考え、ね、視点のもと、なんか自分たちの生活を、うんうん、なんか見れたというか、うんうんうん、でも本当極論さ、うん、やっぱりそういうものに基づいて生きてると楽しいよね。楽しいと思う、うんうんね、人に振り回されないもんね。まず振り回されない。いや本当に、うん、本当にだって今日のこの、まあ、一緒にバーベキューもしたんですよ、うん、バーベキューをしたというかね、うんうん、釜であの、ね、炭でご飯炊いて、ね、で炭で、天ぷらやって、やった、うんうんね、うまかった。贅沢、うん、そう山菜ね、うんうん、いや全部食べてもらって、ごちそうの概念がやっぱ変わってくるよね。ね、うん、あれも本当にあれですね、苗があるみたいな、うんうん、そもそもあの山菜って分かってなかったから来た時は、うん、ないなかった、なんもない、ないないない、そう、本当にそう、だけど、ね、そうだよね、よくよく知ってみたら、
どんどん食えるものが出てくる。いやだから、なんだ、うん、見える範囲でもうお腹いっぱいになるってこと。すげえよ。それかかってきた。なんか何を、うん、継承していくかじゃないんだけれども、うん、やっぱり今ね、敷地の中に生えてるものに関しても、うん、どれくらい取るかっていうのも、すごいやっぱ今考えさせられてて、そうだね、無意識なんだけど、うん、必要量以上はね、取らないっていうね。取らない。うん、早めない。生かすっていうね、うん。で、次へっていうね。そうそうそう。やっぱそれを自然の中から、なんかね、いろんなことを学ばせてもらって、ね、実体感させられてるというか。その概念がやっぱさ、あれば不安に思うこともないし、ね、溜め込んでっていうこともないから、やっぱり ね、今それがないからやっぱりすごい、ね、経済の方も含め、うんうん、何か溜め込むだったり、うん、循環っていうものがうまく起きなかった。そうだね、継承だよね、うん、本当ね、うん、だから子供たちへの継承がさ、うん、なんか滞ってきてるのも、うん、なんかそういう、うん、エネルギーの流れが、うん、滞りがあるんじゃないのかなって、うん、だから本当にね、逆にこの地なんかは、うん、やっぱりその今お借りしてる方のお父さんがね、うんうん、亡くなったお父さんが建てて残してくれてるところなんですけど、うんうん、やっぱりそのお父さんの思いからなった、うんね、山菜やら、うん、数々、うん、そのね、恩恵というかね、うんうん、それをある意味ね、血はつながってない僕らがやっぱ味わわさせてもらってるんですよ、うんうんうんね、簡単に言うと、うん、じゃあ俺らは次の誰かに何残せんのかなっていうのを考えさせられる、ね、いやー素晴らしい、本当にそれは多分やってもらって味わったからこそなんだよね、うんうん、ああそうだね、うん、確かに、そのどういう連鎖を起こすかっていうのが、うん、結局こういうののね、うん、積み重なりでしかないのかなっていうね、ほんとそうだね、うん、あね、もう本当に継承する自然の中からやっぱ全て学べるなっていうのが、うんうん、実際今感じてることかな、うんうん、確認実験ではあるんだけど、うん、それこそね、さっき聞いたら小さい頃からね、お父さんと、そう、もう山や海や、山にね、鳥取りに行ったりね、自然育ちだよね、完全に鳥の餌になるの節がちょっと太いところにパキッてやって、虫がいたりさ、はい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 、ね、そんなことやってたよ、それもある意味継承なんだよね、これじいちゃんばあちゃんからそういうの聞かんでね、バイバイしちゃったから、うん、だから何も今知ってない状況で、もう本当にゼロベースから、うん、逆にね、松尾さんもそうだし、うん、今住んでる地域の方々から教わって、うん、自然から教わってっていう感じで、うん、だからもうこれも途絶えさせるか継承するかっていうね、ね、うん、だからある意味だから今の若い子たちが本当はなんかもう、うん、ね、意識的には上がってないよ、情報としては。けど、うん、本能的には欲してる部分絶対出てるなのかなとは本能的にあると思う、はい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 、してねえ、ほんとそんな感じはするよね、うん、本能的に、うん、まあね、体だけはさ、うん、もう何億年と生物の、ね、うん、DNA がこう遺伝子的にね受け継がれてる体ですからね。間違いない。すべてやっぱそういういいものも知ってるし。体は本当素直だよね。うん、出やすい。うん、まあね、ちょっと俺はね、だから自然の方に目を向けるっていうのがね、まだまだできない現代の人たちに対して、やっぱりこの自然の中で一番身近なものに対しての意識を高めていくっていうところをね、幼稚園の教育だったりそういうところからやっていく、じゃあね、なんだろうって思った時に、ね、一番身近な自然って、なんだと思う、一番身近な自然、一番身近な自然、身近な自然、これ、
もう全く分かんないわ。なんかもうあれかなと思っちゃうけど、うん、何、いやなんか違う気もするけど、うん、体、そう、ああ体、うん、あね、はいはいはい、この体がだから一番身近な自然なんだっていうところが、ね、うん、やっぱりね今のね、俺もそうだし、うん、ちっちゃい頃にそんなの気づかなかったし、間違いないね、うん、だからまずそこに気づいて、うん、ただ俺はだから自然大事にしよう、自然から学ぼうではなく、うん、勝手にその流れになるようにっていう仕掛けもちょっとしていきたいなと思って、うん、いやー、うん、最高やね、うん、いや本当にね、一番身近な自然で、うん、ね、自分で生きようとしてなくても生きてくれてる、うん、体、うん、ね、傷ついて自分で治そうと思っても治せないわけじゃん、技術でこんなに直せないわけでしょ。直せない。でも傷塞がっていくとかね。そうだよね。すげーんだよ。いやすげーわ。勝手にね、うん、自己注力で治癒してくれてるっていうね。うん、でまあそれをね大きくしたのがこの地球というね、うん、生命体は本当に、ね、人がこんなにいっぱい壊してんのに、うん、こう修復しようと、ね、頑張ってくれてる。うんね、だから自分を大切にし始めたらまた地球を大切にし始めて、そうなんだよねっていうね、いい循環が起きるのかなと思ってね、うん、うん、結局やっぱりフラクタルだからね、うん、同じ重なり合ってるっていうね、うんうんうん、だから本当にやっぱり一番身近な体っていうところからね、うん、入るのが本当誰もができるね、うん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 、ね、その体っていうところの向き合うっていうのの術をね、こう身につけるっていうメソッドをやっぱり開発していっているので、だからやっぱね、うん、そういうのも今日、ね、小さい頃にまず知ってしまえばさ、うん、立ち戻れる場所があるから、そうなんよね、だからやっぱ小さい時に何を学んだかが原点になってくるから、うん、本当にね、うん、やっぱりそれすごい大事だと、教育で何がね、うん、何に触れてきたかっていうのはね、うん、経験もそうだし、ね、それが今ね大声出しちゃいけない、うん、ね、食べるときは黙食ですとかね、うんうん、こんなん立てられてね、うんうん、だね、いや本当にで人の目を気にするっていう、うん、それが小さい頃に今入っちゃってるから、うん、本当ね、そこに大人たち気づいた方がいいよって、うんうん、すごい思う、うんうん、結局それがねこのコロナというねのが収束してなくなったとしてもその記憶は残ってるから、残る残る、ね、それこそ肉体レベルなんだよね、うん、細胞、うん、そう、うん、遺伝子じゃないけど、うん、もう本当にそういうところに刻まれちゃうものだからね、うんうん、だからやっぱそこをね、うん、刻まれちゃった人はもともとなかったわけだから、うん、あのそれを戻してあげて、そうっていうのをねやっていこう、やっていこう、うん、本当にね、やってきた、僕らはもうね、うん、松尾さんを人間 FT っていうふうに思ってるんだよねファインチューニングじゃないけどね、うんうん、本当にそういうメソッドもしかり、うん、教育もしかり、うんうん、これからね、ヒーロー活動もそうだよね、そうだね、うん、もうあまたちょっと展開していきそうな雰囲気バリバリなんで、うん、ね、ちょっと応援したいなというふうにね、いやありがとうございます、めちゃくちゃしたい、ありがとうございます、ね、俺も幼稚園行きたい。いや行きたいよね。本当だよね。絶対楽しいよね。松尾さんの幼稚園。幼稚園いや分かる分かる。はい、そうだそうそうそう。絶対よ楽しいよな。ですよね。やっぱ行きたいですよね。ああそうそう、普通行けないから、ああね、あの部外者だからさ、危ないって思われちゃってるからさ、ね、はい、ね。いやじゃあもう、うん、大人の幼稚園とか作っちゃおうかな。いいんじゃない。いいんじゃない。それね。ね。作っちゃおう。そしたらね、着せ物現るから。ムーブメントみたいな。ね。うん、それ面白い、大人の学校とかじゃない、幼稚園ぐらいから始めるぐらいでいいよ、面白い、めちゃくちゃ面白いよ、確かに学校だとね、なんかね、机向かわなきゃってなる、なんかね、幼稚園だとね、机向かう感覚ないもん、ないよね、みんなで遊ぶ感覚違う、うん、ちょっと自由なね、そうそう、感じがあるもんね、うん、あそれいいかもね、ね、ですね、うん、面白いアイデア生まれちゃうよ、いやまあそんな感じで ね、 そうだね、やっていけば、うん、この地球というね、うん、ところに生まれた思いっきり楽しんで、ね、思いっきり貢献してっていうので、ね、うん、なんかね、うん、みんなでやっていきたいね、
はい、うん、もうなんか小さい頃のね、うん、もう毎日毎日やりきって寝て、やりきって寝てのね、そうそうそう、満足満足満足みたいな、ね、そういう毎日がね、うん、きっとこれから ね、 ね、育まれてくるのかなと思って、うんうん、いや本当楽しかったっすわ、ね、いや本当ありがとうございます。もう本当めちゃくちゃ楽しい。もう正直ね、次6月あゆ、ね、6から8までがシーズン。ああじゃあもうもう絶対あゆやっぱり、はい、来ていただいて、おこれは 100% 来ます。もうね、はい、このエネルギーを食べてもらわないと ね、 ねしゃあないから ね、 ね、うん、知ってしまったらもうね本当に数少ない来てくれる友達、ね、間違いないやったー、あゆ釣り。本当にね、あゆ行きましょう、あゆ、うん、でね、ちょっとこの後ね、うん、そのまま、うん、連れてきたい、はい、花瀬の三本杉、わお、日本で一番高い杉ですね、うん、そして3本のうちのもう1本は2番目に高い、うんうん、そして3本目は5番目に高いっていうね、うん、ちょっとね、超越してるすごいね、うん、場所があるんで、はい、エネルギーをね、じゃあこれから感じに、はい、行っちゃいましょうか。行っちゃいましょう。はい。はい、ということで皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。